皆さんこんにちは、大牛ですこの動画はですね、森田先生が書かれた「当、e、c L&R テスト品質性単語」という単語帳の中のですねチェックテストの1の7の解説の動画となっていますで問題を解いてない方もですね、動画の中で一緒に解いていって理解していくようにしましょう ではまずいつも通り選択肢を見てどういうふうなことを聞きたい問題なのか予想できるか見ていきますそうすると A が ResearchingB が ResearchiesC が ResearchD が Researcher が並んでいますここまで見れば Research の形をいろいろ変えたものを並べてるということは分かると思うんですがこれだけだとねどれを選んでいいかまでは判断がつきません ですから前後を見ていくことになるんですけれども今回前見てみると carried out という表現があるんですでこれがポイントになります carry out というのは当育でも受験でもよく出るので覚えておきたいんですけれども意味としては carry out コニャらで何とかを実行するとか行うというふうな役になります で、今回はですね、carry out の後ろの目的語、まあ名詞の部分が欠けてるということになりますから、意味に合うように当てはまる名詞を入れてあげればいいということになります。で、ここで選択肢を絞っていくために、選択肢中で使われているね、research について詳しく見ていきましょう。research というのは、名詞と動詞、どちらとしても使うことができてですね、名詞としては、研究とか調査という意味。 で動詞はそれがね、動詞化するだけですから、何々を研究するとか、もしくは何々を調査するという意味で使うことができます。で、ここで一つ注意点があります。それはですね、えー、名詞としてリサーチを使う場合は、実は、不可算名詞、つまり、数えられない名詞として扱わないといけないよということです。不可算名詞ということは、 えー、一つを意味してしまう「あ」もつけて使えませんしまあ複数形にして使うことも原則できないということになりますですからリサーチを名詞で使う場合は基本的には「あ」もつけないし複数形にもしないというふうに思ってくださいこれを踏まえて選択肢に戻ってどれが答えか検討していきましょうまずですね D のリサーチ e r ですがこれは研究者という意味でねよく使われる単語ではあるんですけれども今回ね 研究者をャリーでアウト実行したとか、えー、行ったというのは意味が通りませんよねですからもうその時点で、えー、この D はなしということになりますまた文法的な面からも Researcher というのはですね加算名詞つまり数えられる名詞なんですねで数えられる場合は「まあ」あとか「ざ」といったような漢詞をつけたりとかもしくは複数形にして使うのが普通なんですねでそのどれにもなってないと いうことで、そういった文法的な観点からも省くことができます。で、A のリサーチングなんですが、まあ、これを同名詞として考えて、研究すること、調査することという意味で取ることはできるんですが、これ前で使われている carry out という表現は、後ろに同名詞を伴って使われる表現では原則ないんですね。ですからそういった観点から今回は A は×になります。 で、B の Researches に関してですが、これは動詞の Research に3単元、つまり3人以上単数現在の S をつけたものだというふうに考えられるので、そういった観点からね、ここに動詞は必要ありませんから、B も答えではないということになって、結論として C、Research が答えになります。 C のリサーチであれば、あもついてないですし、もしくは複数形にもしてないので、付、え、可、ー、算名詞としてちゃんと扱ってるので使えるということになりますし、えー、意味的にもですね、調査とか研究を行ったという意味でスムーズに通るので、えー、文法的にも意味的にも OK ですよね。今回問題に出てきた、この carry out research、研究を行うとか調査を行うという表現は非常によく出てくるので、まずこれはね、しっかり押さえてほしいんですが、 この表現の中のこの carry out の部分の言い換えというのがト o イ i クではよく出てきますから2つ押さえておきましょうまず絶対に押さえてほしい言い換えがですね conduct, conduct research コン u クトという単語ですねこの conduct というのもですね何とかを実施するとか行うという意味の単語なので conduct research で調査を行う実施するという意味になるわけです また、皆さんが想像がつきやすいところでいくと、ま、調査をするとか研究をするぐらいのね、え、感じのイメージで、do research というふうに do を使うこともできます。え、この二つは押さえておいてください。また、これは以前の復習になるんですけれども、え、ここの on の、前置詞 n の意味は何でしょうかえ、この使い方の on はですね、research、ま、調査研究という名詞と非常にね、よく使われるんですが、 え、まあ後ろにンがついてですね、この ON は関連を表す音になります。えー、つまり、なんとかに関してとかですね、なんとかについてという意味だと思えば OK です。えー、つまりですね、えー、ここの後ろの部分にはですね、えー、何かしらのテーマが来ると思っていただければ OK です。 だとすると、なんとかについてという意味のね、前置詞の about と何が違うんだというふうになると思うんですが、え n、ー、を使う場合はですね、アバウトよりもより専門的であったりとか、まあ詳しいかったりもするんですが、専門的であったり詳しいというイメージになるんでしたね。まあ研究とか調査っていうのはね、まあ非常に詳しくやるものっていうね、専門的にやるものっていうイメージは湧きますよね。 ですから、前置詞の音と結構つながりがいいんだというふうに思っていただけるといいと思います。ではここで、今回問題に出てきた carry out がなぜ何とかを実行するとか何とかを行うという意味になるのかというのをイメージから見てみましょう。で、こういったイディオムを考えるときにはですね、それぞれの単語の意味をしっかり考えてから、それを組み合わせて連想して覚えていくといいと思います。例えば、今回の carry out でいけば、 キャリーというのは当然何とかを運ぶという意味ですよね。で、アウト t というのは当然外へ、外にという風な意味です。ですからキャリーアウトの核のイメージとしては何かを外に運んでいくというイメージということですよね。で、ここから連想して覚えていくんですが、例えばね、内部で話し合っていた計画みたいなものをですね、いよいよ外の世界に出す。 という段階というのはですね、何か計画を実行したりとか、計画を行うということですよね。ですから、この carry out というのは、何かを実行する、何かを行うというイメージにつながってくるんだと思うといいんです。このように覚えていくことで、後々ね、忘れにくくなりますし、ただの丸暗記じゃないので、応用もね、聞くようになるので、こういう風に覚えていくことをお勧めします。最後に、文全体の意味を確認して終わりにしましょう。 Mr. Dales carried out research on marketing ということで、Dales さんはマーケティングに関する調査を行った、まあ、研究を行ったという意味で取れれば OK です。解説は以上となります。ご視聴ありがとうございました。